バサーストはカナダのニューブランズウィック州の北部、シャルウル湾南部の川の河口に位置する。17世紀にフランスからの初期の入植者が入ってくるようになり、後の植民地アカディアの一部となる。七年戦争でアカディアがイギリスの支配下に落ちると18世紀から20世紀にかけてイギリスとスコットランドからの入植が進んだ。都市の名は 第三代バサースト白爵ヘンリー・バサーストに由来する。1876年に鉄道が開通し、バサースト港と結ばれるようになったことから林業と亜鉛の鉱山業が主要な産業として発展した。1881年にロマンカトリック教会がサクレクール教会を建てた。都市の人口は英語話者と普通語話者がおおよそ半々に分かれている。 宗教はカトリックがおよそ80%を占める。スタティスティックカナダ2006コミュニティープロファイルズコミュニティーハイライツフバザースト2008年5月13日閲覧スタティスティックカナダ2006コミュニティープロファイルズコミュニティーハイライツフバザースト2008年5月13日閲覧グレンデニングバートンバザースト イン・ジェームズ・イチ・マーシュ、ザ・カナディアン・エンサイクロペディア、ザ・ヒストロカ・ドミニオン・インスティチュート、2010年12月4日、閲覧。スタティスティック・カナダ、2001コミュニティ・プロファイルズ、コミュニティ・ハイライトフォーバ・ザースト、2008年5月13日、閲覧。ありがとうございます。